ホスカルネットとは、抗ウイルス薬の一つ。偽酸にリン酸が痴漢した構造を持つ。サイトメガロウイルス感染症の治療に用いられる。商品名は、ホスカビル、ノーベルファーマ製造販売。抗天性免疫不全症候群患者における、サイトメガロウイルス網膜炎増血管細胞、移植患者におけるサイトメガロウイルス血症海外では、CMV の治療のほか、単純。 ヘルペスウイルスの治療に用いられる。また、基地量の HIV の救済療法にも用いられる。このホスホン酸の構造は、ピロリン酸に類似しているので、人の DNA 合成構素を阻害しない濃度で、選択的にウイルスの DNA ポリメラーゼのピロリン酸、結合部位に結合して、ウイルスの DNA 合成を阻害する。アシクロビルやガンシクロビル基地量の HSV。 CMV は変異プロテインキナーゼを持っていることがあり、その場合はこれらの抗ウイルス剤に耐性を示す。しかし、ホスカルネットはウイルス性、プロテインキナーゼによる活性化が不要であり、アシクロビルやガンシクロビルに耐性の HSV、CMV 感染症にも有用である。しかしながら、アシクロビルガンシクロビル耐性変異がホスカルネットに耐性を示す場合も見られる。 添付文書に重大な副作用として記載されているものは、ショック、急性腎不全、心不全、心停止、血栓性腸脈炎、痙攣発作、テタニー、呼吸抑制、麻痺性イレウス、失語症、地方、オーモンス自由解消、排血症である。発言率、1から10%、1%未満、未記載、頻度不明その他10、10%以上に発言する。 副作用として、貧血、血中ヘモグロビン減少、下流球減少、人機能異常、低マグネシウム血症、低カリウム血症、低カルシウム血症、悪心、嘔吐、視覚異常、頭痛、発熱が挙げられている。ありがとうございます。